本村信子君、はい、日本共産党の本村信子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。保育の問題について質問をさせていただきたいと思います。子どもの命と安全を守ることは最重要の課題です。資料の1を見ていただきたいんですけれども、昨年も保育の現場で子どもが亡くなるという事件、重大な事件事故が相次ぎました。心から哀悼の意を申し上げたいというふうに思います。あってはならない事態が続いています。子ども政策担当大臣にお伺いをします。この現状、そして背景、どのように認識をされているのかお伺いしたいと思います。国務大臣小倉政信君。はい、まず保育所を含む教育保育施設等における重大事故、いわゆる死亡または30日以上の治療を要する重大事故の国への報告件数でありますけれども、年々増加をいたしております。その背景としては、さまざまなことが考えられ、一概に申し上げることは困難でありますが、例えば保育の受け皿整備に伴う利用児童数の増加や、国への報告の仕組みが年々定着をしてきたことも背景としてあるのではないかというふうに考えております。ただ、いずれにしてもですね、保育所等における子どもの安全安心を確保することは極めて重要でありまして、特に重大な事故はあってはならないものと考えております。このため、内閣府としては、重大事故防止や発生時の対応に関するガイドラインを定め、周知しておりますほか、自治体からの事故報告や事後的な検証報告等をもとに、国の有識者会議において再発防止策を検討し、提言として取りまとめ、周知をしているところであります。こうした取り組みに加えまして、緊急で全国への注意喚起や対策を講じることが必要な場合には、その都度迅速に対応させていただいておりまして、例えば昨年、静岡県で発生をいたしました送迎用バスの置き去り事案におきましては、私を議長とする関係府省会議を開催をいたしまして、所在確認や安全装置の装備の義務付けなどを内容とする緊急対策を取りまとめ、推進するところでおります。また、重大事故の防止のためには、ヒヤリハット事例の共有が重要でありますことから、命の危険につながりかねないようなヒヤリハット事例の収集や共有などについて、調査研究事業も実施をしているところであります。引き続き、重大事故の防止に向けまして、関係省庁や自治体と連携をして取り組んでまいりたいと、こう思っております。本村信子君。はい、残念ながらニュースなどに出ているものはですね、氷山の一角だというふうに思います。大臣がおっしゃいましたように、こちら、内閣府の資料ですね、事故報告集計を2015年から資料2ですけれども、2015年から2021年、まとめさせていただきました。で、保育園や幼稚園、子ども園などの施設全体で、重篤な事故は増えております。2015年、627件だったものが、2021年では2347件、3.7 倍に増えております。その中で、認可保育園の事故も増えております。で、顕在化してきたということもあるかというふうに思いますけれども、やはり重大な事故がこれだけ増えているということを今、重く受け止めて対策を強化しなければいけないというふうに考えております。で、背景なんですけれども、宝である子どもたちの命や安全を守るためにも、発達を保障するためにも、保育士の配置基準の改善というのは緊急の課題だというふうに考えております。で、資料の3、パネルを見ていただきたいんですけれども、これは、子どもたちにもう一人保育士を声を上げている皆さんの分かりやすい表です。0歳児、3人に1人保育士、これは25年前の基準です。1歳児、2歳児、保育士の配置基準は6人に1人、これは、56年前の基準です。3歳児は20人に1人の保育士、これは54年前の基準です。そして4歳児、5歳児に至っては30人に1人、これは75年前の基準です。で、子ども家庭庁の法案のときにですね、この問題指摘をさせていただきましたら、当時の担当大臣はのけぞって驚いていました。それぐらい、本当に驚くぐらい古い基準なんです。で、ここでお伺いしますけれども、この
保育士の配置基準のですね、数字の根拠、算定の根拠、これを厚生労働大臣に端的にお示しをいただきたいと思います。厚生労働大臣加藤勝信君。まず1歳児以上の配置基準の根拠、これは昭和37年の審議会における中央児童福祉審議会における意見具申を踏まえたものでありまして、その際には保育者1人が受け持つ子どもの数を変えた場合に生じる保育面での影響や、受け持つ子どもの人数による保育者の疲労度を調査した結果を踏まえて、保育者1人当たりの児童数の算出を行ったものであります。また、0歳児の配置基準の根拠となった昭和43年の意見具申の根拠は、保育者の業務内容や乳児の行動の観察を行い、保育者の業務時間や人員配置が乳児の発達に与える影響を調査した結果を踏まえて、保育者1人当たりの乳児数の算出を行ったものであります。本村信子君。はい、中央児童福祉審議会の意見具申ということですけれども、いずれにしても、その1962年、あるいは1968年ということで、今の実態に合っていないものを根拠にしているというふうに思います。で、保育士の仕事量は増えておりますし、保護者のニーズだって違うんじゃないですか、大臣、いかがでしょうか。厚生労働大臣加藤勝信君。そうした中で、これまでも配置基準の改善にも取り組んできているところでありますし、まだ宿題として残っているわけでありますけれども、 0.、消費税分以外の財源を確保することとされるいわゆる 0.3 兆円超の質の向上事項には、1歳児や4、5歳児に対する保育士の配置改善が入っておりまして、残念ながらこれは未実施となってますが、安定的な財源を確保し、この実現に向けて検討していきたいというふうに考えております。本村信子君。はい、その答弁がずっと続いてるんです。そういう中で事故が増えているということを重く受け止めていただきたいというふうに思います。で、日本で最初に児童福祉施設の最低基準ができたのは75年前の1948年、これはアメリカの占領下でございました。1940年、厚生省の松崎義信企画課長が書いた児童福祉施設最低基準の中では、当時はアメリカのワシントン州の基準がヒントを与えたというふうに書かれています。まあ、ワシントン州の基準では一般的には子ども10人に保育者が1人、その当時で、そして2歳児、3歳児以下は6人に1人、これが重要なヒントを与えたそうですけれども、当時の松崎課長は、持てる国、アメリカの最低基準は持たざる我が国の最低基準ではありえないと書きました。それでもやがて欧米の基準に追いつき追い越すことを理想としては持たなければならないであろうというふうに書いております。そういう期待を込めて、厚生大臣は最低基準を常に向上させるように努めるものとするという規定ができたわけです。で、今どうかということで、資料の4パネルを見ていただきたいんですけれども、3歳児、4歳児、5歳児の配置基準の国際比較でございます。OECD の資料ですけれども、日本は一番上になっておりますけれども、ワースト1です。保育園も幼稚園も先進国で、こんな低い基準の国はありません。異次元というふうに言いますけれども、低次元すぎるんです。子どもファーストじゃなくて、ワーストになっております。この低次元の状況を加藤大臣はどう考えるんでしょうか。厚生労働大臣加藤勝信君。他国と比較して、必ずしも配置基準が十分でないというご指摘、それは十分受け止めていかなきゃならない。まあ、ただちょっとこの日本がですね、35対1っていうのはちょっと数字が、まあ、そういうのなんでしょうか、何が入ってるのかなというふうには思ってますけれども、それからまた他の国では、必ずしも有資格者が入っていない、有資格者だけではないというようなこともあるんで、まあ、単純には比較できませんが、
まあ、だからといって我が国の配置基準をですね、改善しなきゃいけないということを言っているわけではございません。で、例えば令和5年度予算案ではチーム保育推進加算で定員121人以上の保育所に保育士2名までの加配を可能とする。また保育体制強化事業においては登園時や園外活動時等の多くの人目が必要な時間帯における支援の配置の充実を図る、まあ、こうしたことを逐次取り組みをさせていただいているところではあります。本村信子君。来年度予算の問題については後で議論をしたいと思うんですけれども、本当に不十分な予算しかつけられておりません。で、予算も不十分で子どもたちを大切にしてこなかった、その政治の姿勢こそ大問題だというふうに思います。資料の5を見ていただきたいんですけれども、パネルを作らせていただきました。まず2648人の保育士の方々の声です。子どもたちにもう一人保育士を、実行委員会の皆さんが集めたアンケートの結果です。今の国の保育士の配置基準では命と安全を守ることができないと思うことということでアンケートを取られています。地震火災などの災害時 84%、 0歳児1人をおんぶして1人を抱っこして、じゃあもう1人どうするのか、こういう不安を保育士の方々はいつも抱えております。お散歩の時 60%、 防犯所 59%、 プールなど水遊びの時 58%、こうしたリスクを保育士の方々が声を上げているということを重視しなければならないというふうに思っております。で、資料の6も見ていただきたいというふうに思うんですけれども、今度は保護者の方の声です。1467人の保護者の方の声です。現在の日本の配置基準について、とても不足、不足、どちらかといえば不足、合わせて 98% の保護者の方々が不足しているというふうに答えています。で、保護者の方は実際に足りないと感じる場面、遭遇したことがあるかということに、あるとお答えになっている方が 79.6% いらっしゃいます。具体的な声が寄せられておりますけれども、お散歩の時に園児だけで公園から出て行ってしまったり、公園から帰って来られない状況に直面した、特別な支援が必要な子が教室から出て行ってしまい、クラスに一人しかいなかった保育士がその子を追いかけていったのを見たとき、こういうときに保護者の方々は、職員が足りないというふうに感じておられます。で、今のこういうままでいいのかということを、厚生労働大臣に問いたいというふうに思います。厚生労働大臣、加藤勝信君。保育所に求められる保育の内容について、保育所保育指針にも書かれておりますが、子どもの発達について理解し、一人一人の発達過程に応じて保育をすること、子どもの心身の発達および活動の実態などの個人差を踏まえるとともに、一人一人の子どもの気持ちを受け止め、援助することなど規定をしておりますので、まさに子ども一人一人と関わる、そうした機会を持てることが大変重要だと思っております。まあ、こうした保育をしっかり進めていく観点からも、保育士の人材確保や財源確保を行いながら、累次の配置基準の改善を行ってきたところであります。児童の身体的、精神的、社会的な発達に必要な保育の水準を確保する観点から、引き続きそうした面での改善に向けて、さらに努力をしていきたいと考えております。本村信子君。資料のですね、8を見ていただきたいんですけれども、先ほど子どもさんと関わるというお話がありましたけれども、保育者の方々は、今の国の配置基準では、子どもとの関わりが十分できないと、72% の保育士の方々が訴えているんです。保育指針でやるようにというふうに言われるけれども、そういう保育士の配置基準になっていない。これが大問題だというふうに思います。で、資料の7、パネルを見ていただきたいんですけれども、これも実行委員会の皆さんが
皆さんがこの人員配置基準ではもう限界というふうに感じたエピソード、アンケートに寄せられた保育士さんの声です。3歳児のケースです。国の保育士の配置基準では、20人に1人でケアするということになっております。まあ、このイラストでは、3歳児を18人を1人でケアをしているケースです。このように書かれています。3歳児18人を1人で担任をしていたとき、まだまだおもらしをする子も多い中で、便の始末にかかっている間に、部屋にいる子が喧嘩で噛みつきがあったり、椅子に登って、大人の事務戸棚からセロテープを取ろうとして、テープカッターを落としてしまい、テープカッターの刃の部分で、隣にいた子の頭を切ってしまい、3針縫う怪我をさせてしまったことがあると。で、いつも子どもたちを大切に思い、本当に必死にやっている保育士さんにとって、こうした事故に遭遇するというのは、本当に胸が潰れる思いですし、心臓が止まるような、そういう思いをされております。もう一人、この場所に保育士がいれば、怪我をさせなくて済むのではないか。もう一人、保育士がいれば、この絵の中にある子どもたちの声をですね、もっと聞けるんじゃないか。保護者の方々の声をもっと聞けるんじゃないか。そういう思いで保育士の方々は日々保育に向き合っているわけです。保育士の方々がもう一人保育士を、こう思うのは当然じゃないですか、加藤大臣。厚生労働大臣、加藤勝信君。まさに保育士の皆さん方が、そうしたご努力、あるいは時にはですね、大変な思いをしながら対応いただいている、本当に心から頭が下がる思いでありますし、またそうした思いにしっかり応えていくというのは、我々の当然の責務だと考えております。まさにご指摘のように、保育士の配置基準の改善を行うということによって、子どもの一人一人に対して、まさにきめ細やかな保育が実現できる。そういった意味での保育の質の向上が期待をされているところであります。我々としてもですね、これまでも先ほど申し上げたように、さまざまな配置基準の改善、保育士の方の処遇改善、あるいは ICT の推進に伴う業務負担の軽減、こういったことを図ってきたわけでありますが、引き続きですね、そうした皆さんがまさに一人一人の子どもさんを成長に向けて取り組んでいきたい、その思いがしっかり実現できる環境整備にはしっかり取り組んでいきたいと考えております。本村信夫君。で、それができていないから今質問させていただいて、さまざまなリスクがあるんだと現場から声が上がっていることを真摯に重く受け止めていただきたいというふうに思います。で、保育士のこの基準、先ほど75年前ということを申し上げましたけれども、格段に仕事の量というのは増えているというふうに思います。この10年以内の間でも、確実に仕事は増えているというふうに思いますけれども、加藤大臣、お答えをいただきたいと思います。厚生労働大臣、加藤勝信君。具体的に保育士の方の仕事量を、なんですかね、定量的に調査した結果はないわけでありますけれども、今、保育士の方がどういう、先ほどもちょっとお示しがありましたけれども、どういう希望等々を持っておられるかというのを平成25年度と平成30年度で比較をしますと、事務、雑務の軽減が 14.1 ポイント、これ、増加をしています。それから職員数の増員に対しては9.7ポイント増加をしているということでございますので。こうした保育現場からの声を伺う意味においても、子どもの育ちをめぐる環境の変化を踏まえて、保育現場ではさまざまなニーズが求められているということは承知をしているところでございますので、またそうした保育現場における環境の変化、ニーズの対応、そういった面について、まさに保育所、保育士が求められる役割も増加をしております。そうしたことをに対する支援措置、これまでも取らせていただいておりますけれども、引き続きですね、そうした皆さんが働きやすい環境を作っていかなきゃいけないというふうに思っています。
本村信子君。はい、今配置基準の見直しが一番効果があるというふうに他の党の方からも言っていただいたんですけれども、今この10年以内にですね、11時間保育が、当たり前になったと。確実に仕事が増えています。保育の長時間化、保育士の長時間労働というものはこれ世界の各国と比べても日本は異常に長いという資料も出ております。で、この11時間保育の問題や0歳であれば5分ごとにですね、誤睡のチェックをしなければいけないと、乳児さん の突然死症候群、こういうものを防ぐためにお昼寝の子もいるし朝寝の子もいるし夕方に寝る子もいるそうですけれども、息の具合を手をかざして確かめて、あるいは体に手を当てて呼吸をしているかどうか確かめて、うつ伏せ寝はないかどうかをチェックする、ミルクの対応、離乳食の対応、子どもたちが寝ていても休むことはできないと、またアレルギーの子どもたちもいらっしゃるということで、安全配慮も必要になってきます。で、アレルギー対応で4種類の粉ミルクを作るということもあるそうです。そのミルクを一人一人間違えないように飲んでいただくということもやっている。で、配慮するべき子どもさんも増加をしているというふうに現場の方からの声です。また、バスの事故を受けて安全計画の遂行もあります。プールの監視も厳密にやらなければいけません。で、子どもたちが日々楽しく過ごせるように、日常の遊びなどをしながら、さまざまやらなければいけないと。で、このながら保育といわれる状態の中で、多くが事故が起きているということを専門家の方がおっしゃっております。で、いつもですね、すべての子どもたちを目に入れてですね、迅速に対応するという努力をされておられますけれども、それでも日々気持ちも心も体もとても疲れていると、でも休憩は取れないと、そういう中で離職も相次ぐのだというふうに思います。で、仕事は増えていて、今、保育士の配置基準を改善することがどうしても必要だということを強調させていただきたいというふうに思います。で、保育は命、安全を守るだけではなく、一人一人発達段階が違う個性ある子どもたちの乳幼児期の発達を保障する、その大事な仕事をしていただいております。専門性がある、資格のある保育士の方々を増やすということが、やはり子どもたちにとってもいいですし、保育指針が一人一人の意欲と関心、意見を大切にして主体性を大切にするというのであれば、やはり保育士の増員こそ必要だというふうに思っております。で、資料の9見ていただきたいんですけれども、実際にどういう状況なのかというのを大臣に分かっていただきたいということで、お出しを委員の皆様にも分かっていただきたいということで、お出しをいたしましたけれども、1歳児、2歳児を6人を1人で見るという、右の漫画ですね、崖っぷちの保育ということで言われているんですけれども、本当は健全で充実した乳幼児期を保障したいということを願って、こうだったらいいなということで、この漫画は書かれています。で、保育実践では1歳の子どもたち、お散歩するのがいいねというふうになってるんですけれども、実際にお散歩行くと、バラバラの方に行って、じゃあどうやって安全を守ればいいのかと、どうやって一人一人の主体性、意欲、意見を向き合ったらいいのかということで言われております。それが3人に1人だったら、また違う結果になるだろうというふうにも言われているわけです。で、次のページ見ていただきたいんですけれども、このアンケートを取った皆様方がですね、配置基準の改善を求めています。0歳児2対1、1歳児3対1、2歳児5対1、3歳児10対1、4歳児、5歳児は15対1、そして緊急に改善してほしいということで、1歳児5対1、3歳児15対1、4歳児5歳児25対1、これをぜひ、何よりも優先するべきは当事者の声なんだということを、岸田首相は施政方針演説でもおっしゃいました。この当事者の声に基づいた政策なんです。ぜひこれ、
実現をしていただきたいと思いますけれども、加藤大臣、お願いしたいと思います。厚生労働大臣、加藤勝信君。今、委員からお話がありましたように、一人一人の子どもにそれぞれ対応していくということ、それからやっぱりアレルギーといろんな、なんて言いますか、状況にも対応する、さらにここに来てコロナへの対応ということで、大変保育士の皆さん方にはですね、いろいろとご負担をおかけしているということは十分承知をしているところでございます。で、我々も保育士の配置基準の改善は重要な課題ということで、平成27年には3歳児に対する保育士の配置20対1から15対1に改善し、保育所に対してこれは公定価格上の加算ということでやらせていただきましたが、保育所の約9割がその加算を実施していただいているところであります。また、先ほども申し上げましたけれども、いわゆる 0.3 兆円超の質の向上事項に含まれている1歳児や 4.5 歳児に対する保育士の改善、これ残念ながらまだ実現できておりませんけれども、財源を確保してしっかりと実施をしていきたいと思っておりますし、でこの予算案では先ほど申し上げたチーム保育推進加算等をやらせていただいております。これによって4個歳児の各クラスで複数の保育士の配置が可能となり、25対1以下の配置の実現も可能ではないかと考えているところでございますが、引き続きですね、こうした配置基準の改善も含めて保育士の皆さん方の処遇改善等々について実施を取り組んでいく、もうそれも含めて今子ども政策担当大臣小倉大臣の下で子ども育て政策に関する中身を詰めておりますので、厚労省としてもですね、連携を取りながらその中身を詰めていきたいと考えております。本村信子君。一問総務大臣にお伺いをしたいというふうに思います。来年度の保育士の配置改善をする加算、これ地方交付税措置行いますねということ、そして公立保育園も保育士の配置改善できますねということを確認させていただきたいと思います。短く申し訳ありません。総務大臣松本剛明君。はい、ご案内のとおり、公立保育所の給与費を含む運営費は、国庫負担金が一般財源化されていることから、従来の国庫負担分も含めた地方負担について、適切に地方交付税措置を講じてきているところで、あります。令和5年度において、ご指摘の加算分、公立保育所の運営費については、ご指摘の加算分を踏まえて、地方交付税措置を講ずることとして、おります。具体的な保育所の配置については、それぞれ地方団体において地域の実情等を踏まえて適切に判断されるものと認識しておりますが、公立保育所にかかる地方交付税措置について、関係府省と連携して周知するなど、適切に対応いたしたいと思っております。本村信子君。そこでちょっと、この4歳児、5歳児のクラスで保育士を配置する改善、ずっと首相も答弁してるんですけれども、ここに要件があると、保育士のですね、平均経験年数が12年以上で、しかもチーム保育推進加算をやっている保育所だと、でそれ、名古屋市の実例見てみますと、これ、資料の13でお示しをさせていただいてるんですけれども、例えば名古屋市で言いますと、私立の保育所は354円あるんですけれども、チーム保育推進加算を使えているのは88円です。そのうち121人以上の私立の保育園は23円しかありません。私立の保育園の 6% しか使えない。なぜこんな入り口で狭めてしまうんでしょうか。もっとすべての保育園で使えるように改善するべきじゃないですか。13億円とか40億円とか、そんなんじゃ足りないんですよ。ぜひ改善してください、小倉大臣。国務大臣、小倉政信君。お答えいたします。保育所の ご指摘いただきましたチーム保育推進加算につきましては、幼稚園における加算の仕組みを踏まえまして、平成28年度に創設をし、令和2年度に職員の平均経験年数の要件を15年以上から12年以上に緩和した経緯がございます。そういった中で、121人以上の定員を持つ保育所につきましては、これまでの1人のところをですね、2人以上配置をすることができるようになったということでございます。他方で、委員ご指摘のように、施設の規模、
職員の経験経験年数や対象年齢等を問わずに、さらなる配置改善加算を実施することについては、人材の確保や限られた財源の効果的な活用などの観点からも議論が必要と考えております。いずれにしても、厚労大臣からありましたように、総理からは保育の量、質、両面からの強化を柱の一つとして、子ども・子育て施策として充実する内容の具体化の指示をいただいておりますので、委員がご指摘をいただいたようなですね、さまざまな現場の声に耳を傾けながら、3月末をめどにたたき台をお示しをしてまいりたいというふうに思っております。本村信子君。はい、軍事費は2倍にもかかわらず、国際的に遅れているこの保育士の配置基準の改善は後回し、こういう政治を変えるべきだということを強く求め、質問を終わらせていただきます。これにて本村君の質疑は終了いたしました。